川端です。よろしくお願いします。今回は三角形 ABD と三角形 CD の面積比を求めなさいという問題です。まずはですね、この CD と CE の長さが等しいところに注目するとですね、二等辺三角形になってますので、ここをバツと置くとここバツになりますね。で、ここで対頂角は等しいので、ここがバツだったらここがバツというぐらいになります。そしたらですね、ここでね、あることに気づいてほしいんですね。何に気づいてほしいかというとですね、三角形の相似です。三角形 BDA、 これが丸×ホニャラですね。で、また三角形 BEC、 これも丸×ホニャラですね。なので、この2つの三角形が実は相似になってますよということなんですね。三角形 ABD と ABD とちょっと同じような形で書いておきますが、三角形 BEC が相似になってるよと、今丸バツホニャララということで、丸バツ丸バツと、ここが B で、ここが E で、ここが C と。で、今 AB の長さが4ですが、これ BC の長さが5なので、ちょうどこれ対応してるっていうのもまたポイントですね。つまり他の比も相似比4対5になりますので、 AD 対 CE だって4対5と、ここを丸4とすると丸5と。なので、ここが丸4だと丸5になり、また BD 対 B も4対5と、ここ四角4としたらここ四角5になるよと。で、 BD が四角4としたら、B が四角5、四角5ってことは 5-4 で D が1ってことですね、ということになります。で、そしたらですね、この2つの三角形の面積比なんですが、今求めたいね、ABD と CDE の面積比は、実はですね、ここの角ね、等しい、対頂角で等しいわけですね。まあ、バツのところですが、この辺を挟んだ、この、この角を挟んだ辺、AD と BD かけたものと、DE と CD かけたもので、実は面積比が出てしまいます。つまり、これ今 C ってのは丸5ですから、ここも丸5になりますよね。なので 4×4 対 5×5 で、あ、 5×1 ですね、失礼しました。 4×4 対 5×1 で、ということで16対5ということになります。もう一度言いますが、この三角形があってですね、ここ AB、C、D、まあ、ここが A 対 B、C 対 D であったとしても使えます。この2つの三角形の面積は A×C 対 B×D と、1つの角が、等しいときはその挟んだ辺をかけたものが面積比になるということを使って、 4×4 対 5×1 で、16対5という具合に出すことができますよと。まあ、もちろんですね、これ知らなかったとしても、まあ、ここの比が分かってますので、まあ、例えば D 対 EB が1対4ってことから、ここの面積を1個分とすると、ここの面積4個分と出て、で、また AD 対 DC が4対5だから、ここの面積を4個分とすると、ここの面積5個分ってことは、CDB の面積の5分の4倍で ABD が出ますから、この四角で統一するんだったら、これ5分の4倍すればいいと。今5対4だから面積比5対4になって、この長さは5分の4倍、 4×5 分の4が5分の結局16になりますよと。ということで、三角形 ABD が5分の16、三角形 CDE が1個分だよということで、5倍して16対5とかいう具合に出すことができるということですね。まあ、どっちにしろね、この相似をね、見つけることができるかどうかっていうのが一つのポイントとなる、そういった問題だったというわけです。分かったかな。まあ、気づけばね、比較的サラサラと解くことができるかなというふうに思います。
以上で解説を終わります。では。